夏田昭和は、日本の現代音楽の作曲家、指揮者。作曲家、夏田昭光の長男として、東京都に生まれ、幼少期よりピアノを学ぶ。東京芸術大学音楽学部附属音楽高等、学校を経て、東京芸術大学作曲家へと進む。この間、作曲を、野田明行き、長富正行近藤譲る、スコアリーディングや、 伴奏法をアンディエット・ピュイング・ロジェ他に指示した。1991年、同大学作曲家を主席で卒業。卒業作品として書いた応募競争曲、モルフォ・ジェネシスが、芥川作曲賞にノミネートされて、注目を集めたが、この時は受賞は逃している。また並行して、専属学園大学式研究所において、秋山和義他に指揮法を学んだ。 1993年、芸大大学院修士課程修了後に徒仏、パリ国立高等音楽院作曲家に入学し、作曲をジェラール・グリゼー、指揮をジャン・セバスチャン・ベローに支持する。1997年、同院作曲家を審査員全員一致の主席一等賞他を得て卒業し、帰国。2002年、アストレーションで2回目のアクタガー作曲賞ノミネート、同賞を受賞する。 アンサンブルアンテルコンタンポランやフランス文化賞、サントリー音楽財団などより多くの作品移植を受けて作曲活動を続ける。作品は、イサムやザグレブミュージックビエンナーレ、メルズムジーク、漫画音楽祭、ミュージック、フロムジャパン、アバンティカキ音楽祭、テグ国際音楽祭、タケオ国際音楽祭、フェスティバルプレザンスなどにおいて紹介され、 オランダ放送交響楽団、ベルリン交響楽団、新日本フィルハーモニー交響楽団、東京交響楽団、アンサンブル2イー2メートル、アンサンブルアンテルコンタンポラン、アンサンブルルシェルシュ、アンサンブルクールシルキュイ、ジュリアードパーカッションアンサンブル、東京シンフォニエッタをはじめとした著名なオーケストラや、アンサンブル、クロード・ドゥ・ラングルや、バリー・ウェップ、セドリック・ティベルギアンなどの優れたソリストによって、 世界各地で幅広く演奏されている。指揮者としてもアンサンブルコンテンポラリーアルファーやアンサンブルビーボなどの団体と共に数多くの日本人作曲家の新作の初演や海外現代作品の紹介に携わってきた。中でもジェラール・グリゼのボルテックス・テンポラム・アイ・スリーや教会を超えるための4つの歌スティーブ・ライヒのテヒリームといった大作の日本初演を指揮した。 また市民オーケストラへも時折客演している。グリゼーに指示したことから日本におけるスペクトル学派の作曲家とみなされることが多いが、それとは異なる方法論による作品も多い。また、微分音程の使用はほとんどの作品に共通する特徴である。ありがとうございます。